奥川雄二は、東京都出身の元オートレース選手。19期、浜松オートレース上所属。主な競争者呼び名は、ランフォーユー、ラブフォーユー、AR フォーユーなど。奥川はいわゆる、花の19期の選手で、同期には、片平匠、中村正信、岡部聡、志、塚学といった、SG レースを制覇した面々が、多数化を揃えている。 その中にあって、奥川は実績では彼らに劣るものの、浜松の名選手として知られていた。後輩思いの選手としても知られ、1993年の世ア一世乗り換え以降使用禁止となった、目黒二季とを後輩選手に挙げたりもしている。また、ファンを大切にする選手でもあり、そこが浜松市部長としての奥川を形成する重要な要素となった。 上記の浜松ゴールデンレース優勝は、デビュー後1年10ヶ月で達成されたものであり、2013年3月10日に、同じ浜松のスピード王決定戦優勝戦で、青山周平が同1年8ヶ月で塗り替えるまでの間、オートレース GI におけるデビュー最短優勝記録であった。2005年9月、終止悪化が原因で、浜松市が浜松オートレース場の廃止を検討し始めた。 この時、後輩の伊藤忍と共にいち早く反対運動を展開したのが奥川であった。それは、職場を失う可能性のある選手としてというよりは、オートレースを愛する一人の人間としてといった行動で、ここでもやはり、ファン第一の姿勢が垣間見られた。奥川ら浜松の選手は、廃止反対の署名運動を展開した。それも、従来のように来場者にのみ依頼するのではなく、 自ら街頭に立って署名を願うという従来のオートレース関係の運動では考えられないものであった。元来、浜松ではオートレース上に良いイメージを持っている人が少なかった。浜松生まれの伊藤忍はそのことを肌で知っていて、その意識を変えることこそが急務と考えていた。やがて、こうした街頭での活動が徐々に認知され、想像を超える。 数の浜松市民からの署名を得ることに成功。インターネット上での署名も多数に上り、浜松オートレース場は2006年4月から日本東大への5年間の期限付き民間委託が行われたのである。オートレースの競争者専用エンジン、セアを独占製造している鈴木の会長、鈴木治が浜松オート不要論を唱えるなどの苦境にありながら存続を勝ち取ったことで、 全日本オートレース選手会浜松支部の名は全国に知られることとなった。奥川は社団法人全日本オートレース選手会の浜松支部長を務めていたが、一般的に選手会の要職にある選手はそちらの業務にかかりきりでレースにはあまり出てこないとされる。しかし、奥川は心からオートレースを愛しており、各地の支部長たちと同様普通にレースに参加し、 多忙な日々を送っていた。業務としては、オートレースの構造改革に関する会議が多いが、それ以外にも、引退した元選手を従事員として登用するなどの提案を行っている。具体的には、思想時の先導や、中継時のゲスト出演、あるいは、現在運行が中止されている一部の無料バスの送迎などで、現在は未だ実現はしていないものの、 他にも様々なプランがあるという。浜松支部は特に社会貢献活動に力を入れている。浜松支部が主体となって行っている社会、貢献活動、独自イベントは、他支部のそれに比しても多く、その一点からも奥川の功績が認められる。以下は、主な浜松支部の社会貢献活動、独自イベントの一覧である。NPO 法人などと共同し、エイズ撲滅の キャンペーンを展開。特にキャンペーンを重点的に行う開催説は、レッドリボンカップと呼ばれ、キャンペーン自体は、ランフォーストップエイズキャンペーンと呼ばれる。キャンペーン期間中は、選手は全員エイズ撲滅運動のシンボルである、レッドリボンを勝負服につけ、勝負服自体も専用のものを着用している。レッドリボンカップの開催期間中は、場内に特設ブースが設置される。 ここでは無料の血圧測定や健康相談を受けることができる。また300円のレッドバンドを販売、その売り上げは全額寄付される。レッドリボンカップ自体は一般開催だが場内ではグレードレースに匹敵する規模のイベントを行っている。特に趣旨に賛同した団体やアーティストなどが場内で多くイベントを行うため来場者は非常に多い。また 選手間でも募金を募り、それらの募金と優勝賞金の一部を財団法人、エイズ予防財団に優勝選手表彰式の際に、手渡すのが慣例となっている。日本小型自動車振興会も講演するソーラーバイクのレース大会に会場を対応。さらに、浜松所属の選手たちによるチームも参戦するなど、全面的にバックアップしている。大会は、スプリントレース。 耐久レース、フリースタイルなどの種目が行われ、特に耐久レースは6時間の長きにわたって行われる。同時に、場内ではフリーマーケットやアマチュアアーティストによるライブ、環境 NPO のブース出展など様々なイベントが行われる。浜松市森林環境基金の募金活動や障害者施設への支援に対する講演活動も行っている。 売上金の一部や浜松支部の積立金の一部を社会福祉への寄付金として各種 NPO などに寄付している。同日は市内でのイベントが行われ展示ブースを使ってオートレースの広報活動も行われている。こうした社会貢献活動が評価され2007年度オートレース選手表彰において全日本オートレース選手会浜松支部が特別賞を受賞した。 本来選手表彰は年間のレースの成績によって受賞選手を個々に決定するもので団体の受賞はオートレース選手表彰史上初であった。なお引退による選手登録賞助は2016年1月1日付で前年に集団引退選手の一人として発表されていた。ありがとうございます。